とことんやり込む、どうも、なおちんです。本日も、妖怪学園 Y、YY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、やっていきましょう。さあ、今日はですね、ピットブルと戦います。まあ、どれぐらい強いのでしょうか。ミケッティオがいないときついと思うんだけどね。はい。いくよねえ、いい加減待ちくたびれたんですけど。もう思い残すことはないようだな。良い覚悟だ。へっ、ぶっ倒されんのはお前らの方だぜ。威勢だけはいいな。だが圧倒的な力の差がありながら弱き者をいたぶるように殺すのは流儀に反する。それがし自ら手を下さずとも良いだろう。え、来ないの？来ないんですか？お前たち処理しろ。なるほど、最初雑魚戦で倒した後にボスが出るっていう感じ。ロジャー。あ、もう好きにすれば。ジンペイ君、クリオ来ちゃうよ。やるっきゃないだろ。戦うぞ、マタロウ。ほう、280か。あ、まただ。あのね、なんかちょっと不具合かなんかわかんないですけど、陣兵がね、勝手に動くんですよね。で、これが、他のキャラクターになれば、解消されるみたいですね。いや、困る。陣兵だけなんかね、自分で使おうとしても、オートキャラみたいな感じになるんですよ。それは困る。でしかも、あの陣兵の時だけなんだ、変身の後の、ポーズが取れないんだよね。うん、すごく今不便な状態です。まあまあ、まだアップデからアップデ初日か、うん、なので仕方ないんでしょうけども、はい。まあまあ、メラもね、俺のメインキャラクターなので使っていきましょう。さあ、次ボスが来るか。降参すれば楽に行かせてやる。どうだ。降参すればラクダに乗せてくれるだぞ。ボケてる場合じゃないから。イケッティオ、どうした。最強の猫妖怪じゃなかったのか。首輪のせいで力が入らねえんだよ。死にたくねえんならこれ外せ。外したらあいつら全員俺様が片付けてやるよ。え、マジ？ダメ、ジンペイ君。そいつはおそらくあなたを先に殺すつもりよ。し。エンマダイは首輪でミケッティを制御できる。首輪をはめられた奴はその力を大きく制限されてしまっている。ならば、奴がエイリアに対抗できる最強の切り札になり得る根拠とは何だ。生きながらえても、それだけ苦しみが続くだけだぞ。さあ、そろそろ終わりにするとしよう。もう、ダメだ。UR ウォッチさえ完成していれば。そうか。ジバン、受け取れ。え、なんだこれ、ウォッチ。この後に及んで何をする気だ。そいつはなんだ、吸い込まれそうな腕のそいつは。 UR ウォッチを使ってミケッティオと融合変身するんだ。変身か、でもメダルが。剣豪ベニマル、ワイルドボーイ、ブルームーンのメダルを使え。3つのメダルを連続して UR ウォッチに入れろ。そんなことできんのか。考えてる暇はない、やれ。これでいいのか。変身。
どうでもいいけど、アースウォーカー。あれってもしかして最強フォーム？うほー、きたー。しかもアースウォーカーって名前もイカスー。すさまじい戦闘力、力を隠していたのか。面白い。何これ、聞いてないんですけど。エイリアンに対抗できる最強の切り札。まさか最終調整なしにウォッチを稼働状態に持っていくなんて。よし、兵士もどきは私たちに任せろ。お前はボス犬を頼むぞ。はあ、俺さ、指図されんのが嫌いなんだよね。何？俺が誰と戦うかは俺が決める。覚えときな。ってことで、お待たせちゃん。ワンちゃん、やっちゃって。ほう、お主、随分な自信のようだな。しかし、それがしの方が戦闘力は格上。どうということはない。戦闘力とか意味ねえ。なら、確かめてみるがいい。あれ1対1じゃないのか。オッケー、やってみよう。ちょっとアースウォーカー動かそう。ちょっと待って。お、勝手に動く不具合がない。やっぱあれはなんだ、未決定関係のなんかだったんだな。あ、ちょっと待って、多分レベル低いぞ武器の。え、この必殺なんだ、ダイナミックネコエンド。お、いいね、いい必殺技だよ。おっと、あ、なんかね、ヨーヨーで攻撃するもんかと思ってたら剣で攻撃してるね。剣で攻撃してる。で、チャージがあれか、ヨーヨーで攻撃するのか。はいはい。あ、チャージがね、なんかぐるぐる回してる。あー、必殺技もね、まだまだ威力が低いね。威力が低い。これはメラで戦ってた方がマシな気がするんだけども。はい、ちょっと装備品を集めないといけませんね。でもかっこいい、なんか虹色の剣で攻撃する感じなのでいいですね。ヨーヨーじゃなかった。これはいいよ。なあ、手応えねえな。やったか。すごい、最強フォーム来た。あれ、なんか新しい猫ちゃんヒーロー結構強いじゃん。ワンちゃんたちもやられちゃって、こうなったのはみんなあなたのせいよ。何？そもそもあなたがいたせいでエイリアンウォッチが作られて、この学園で YSP ウォッチなんてものができちゃうことになったんじゃない。そういうわけであなたには消えてもらいます。私を消すだと。ああ、お呼びでしょう。これはこの前のアニメのやつだ。こいつは存在が消される。あの時の宇宙人。改変ポイントを割り出してある。霧隠れラントの家族を抹殺した地点よ。全員はなぜか一人の少年を取り逃がした。我々にも謎でした。じゃあお友達の尻拭いお願いね。さーて、どうなるかしら。何をした？ああ、消えていってるよ。過去に私たちの仲間があなたを殺し損ねたみたいだから、そこに資格を送り込んでちゃんと殺してもらおうかなみたいな感じ。バカな、そんなことできるはずがない。偉大なるマゼラ様にはできるんだな、これが。マゼラだと、宇宙人には
そこまでの力があるのか。え、マゼラ様は獣人じゃないけど妖怪なんだろうね、マゼラ様。なんだと、では、なんだと言うんだ。教えてあげない、教えるわけないじゃん。うわあ、ここまでか。さよなら、生徒会長、霧隠れランド君。会長ランド。私は、奴らと戦えるものをこの地上に残すことができた。上々じゃないか。私の役目は終わりだ。くそ、どうすることもできないのか。仁平君、これを変身してこのメダルを使うのです。え、薄見沢先生。そうすればラント君を救えるかもしれませんよ。本当か。出た、オーケー春彦。ウォッチにメダルを入れて、オーケー春彦とおっしゃってください。よくわかんないけど、とにかく急がなきゃ。変身。どうでもいいけど、アースウォーカー、このメダルを使えばいいんだな。オーケー春彦。出た、ウィスパー。頭の中で声がする。私、ある筋ではちょいと名の知れたナビゲーターでございます、ウィス。あなたの要望に全てお答えします。さあ、何なりとご用命を。そういうことか。オーケー、ハルヒコ、ラントを助けるのは。かしこまりました、お答えしますで、ウィス。あなたはブルポン殿の人の記憶をたどり、時を超える力を受け継いでいます。ラント君の記憶をたどれば、敵の死角が現れる時間にジャンプできますよ。つまり過去に向かい、ラント君を守ることができるのです。わかったぜ。出た、メモリアルジャンプ。ウォッチは隠された力を認識することでメダルを生み出すことができるのです。ラント君を助けに行きましょう。アースウォーカーお願い、ラント君を。ああ、任せろ。メモリアルジャンプ。予定変更だ。こいつを母船に運ぶ必要はない。ここで消せ。お前は。これは未来からの命令だ。了解した。待て。なんだ、お前は。その答えを聞く前に、お前らは死ぬ。お、強
何者かは知らない。邪魔をするのならば消えてもらおう。その体はカラスか。なるほどね。分かってきたよ。宇宙人の本体は物質ではなく霊体のようなもの。乗り移ったものの力を増幅し活動させることができるってところかな。ならば仮に私を倒せたとしても意味がないことぐらいわかるだろう。入り込んだ殻を倒しても本体である魂は死なないってことか。その通り。オーケー、ハルヒコ。リスー。なんだ。実体のないエイリアンを消滅させる方法、調べてあんだろ。もちろんでございます。エイリアンの本体を形成する霊体エネルギーの性質はマイナス、そして妖怪が持つ陽気の性質はプラス。つまりエイリアンの本体である霊体に陽気を流し込んで攻撃すればマイナスとプラスがぶつかって中和され完全に消滅させることができます。なるほどね、わかりやすい。さすがウィスパー。説明ありがとうよ。お褒めに預かり光栄でウィス。死んでもらうぜ。できるかな。ただの小物が凶悪ぶっても間抜けに見えるだけだぞ。貴様図星すぎてカチンときたのか、バーカ。1対1、まあでも問題ないでしょ。初めてのボスですね。どんな感じだ。あーでもアースウォーカー攻撃力がね多分まだ低いんだよな。レベルはね高いんだけども全然、おでもそこそこ与えれるよ。まあまあレベルが高いからね。武器レベルはね多分ね250前後だと思う。のずちかとかもそういう感じだったんで、そういう感じだろうな。ちょっと早く強化したいですね。必殺技メダルも1個しかないんで。おお、これ多段ヒットなんだ。経験値むちゃくちゃ入ったぞ。すっげえ倒した時7万5000ぐらい経験値きたけど、すげえな。半端じゃない。いやいや、ミケティはやっぱ強いね。体が。よかった、ラント。アースウォーカーが過去のラント君を守ったんだ。まさか消滅を免れた？あいつら失敗したのか。思い出した、あの時見たこともないコスチュームを着たやつに助けられたんだ。だから私は生きていた。何ですって。そして私は自らの存在が強く歴史に刻まれた手応えを感じる。おお、戻ってきた。あの宇宙人のやつら偉そうにしてたけど全然大したことなかったぞ。ホニョリゾンだったな。形勢逆転だな、エルゼミキオ。さあどうする、エルゼ、目玉。そこ、いいところだから間違えないで。めんどくさいけど、これはこれで面白い展開と言えるかもね。その調子でどんどん強くなってね、私のために。わけのわからないことを。消えた。逃げたか。いや危ないところでしたね。うっそ、三沢先生。
あんた何者なんだ。ラント君を助けるのに急いでいたとはいえ、いろいろ説明をすっ飛ばしましたからね。まず私の素性について教えて差し上げましょう。俺は知ってたよ。もう最初の方から知ってたよ。絶対怪しいと思ってたもん。実は私元は妖怪でございまして。妖怪？ええ。そして皆さんもすでにご存知かと思いますが、 N 星人によって妖魔界が滅ぼされた時、私自身も奴らの手によって。 N 星人？ N 星人、憎き異星人ということで、私がつけたコードネームでございます。ぴったりでございましょう。体を失った私は気づくと人間に生まれ変わっておりました。そしてこの世界でエンマ大王様と再会しましてね、あの方の指示であなた方を裏でこっそりサポートしていたのです。してましたっけ。こっそりと言ったでしょ。ま、詳しい話は明日学園長室でお話ししますよ。皆さん今日はお疲れでしょう。そうですね、さすがにいろいろありすぎた。僕ももうクタクタだよ。腹も減ったしな。では休みたくなったらいつものように宿舎で声をかけてください。皆さん本日は大変お疲れ様でございました。はい、ということで、あ、そうか、変身することができるようになりました、装備品がねまだまだ弱いのであんな感じでしたけども、多分使えるようになるとかなり強いと思います。はい、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。